KJ です。今フェリー乗り場に向かってるんですけども、そのフェリーに乗って小豆島めちゃんく美味しいものをね食べようかなと。オリーブにちなんだもの、ソフトクリームやら牛肉やら、あと日本酒もね結構美味しいところがある。明日は高松行ってね刺身をいただこうかなと。私たち2人でオリーブをね堪能しようかなと思います。小豆島行くぞ。うどん一杯500円です。朝日をバックにおうどんをいただきましょうか。ごちそうさまでした。美味しくいただきました楽しみやね。小豆島上陸。さあ美味しいものを食べたり飲んだりするぞ。オリーブの道の駅があるということで、まあ、そこでちょっとねなんか美味しいものを食べたいなという。まあ、干潮の時はここは道ができてもう向こうの方へ渡れるということですよね。いやでも満潮の時もすごく綺麗ということで、こういうことでしょう。めっちゃ景色良かったね。良かったね。ちょっと疲れたけどいやほんま朝からええ運動やったお、なんか見つけた。ほうきや、魔法のほうきレンタル中って。せーので、あ、今今のちょっとあのイベントこれ参加してみましょうか。やっぱり油が多いからなんかあのぜひね一つかじってください。はい、緑のところ、うわうわ、これでもあの体にいいんですかねこれがポリフェノール。あ、なるほど確かに。いやこれプロフィールよりは健康ないですあ、よろしくお願いします。まず果実を細かく砕いていきます。攪拌機で練り上げた後に遠心分離機でオイルと他のものを分離、オイルを取り出すという形になります。はい、おーすげえ音、香りがすごい、ええ香り。あー、出来たてのオリーブオイル、あ、美味しいっていうか、あ、ピリッとはしますけども、こうあの 塩と一緒にこう飲みたくなりますねこれいいよね。お、これやろ、これやろ、絶対これやね。小豆島のオリーブオイルをかけてみた。このオリーブオイルというのは何を使われてますか。ルッカです。あ、ルッカ。お、やっぱルッカってすごくなんかあのまったりしてるってさっき聞きまして、どちらかといったらフルーティーな方なので。あ、フルーティーな、あ、なんかこういうのに合うんですね。このソフトクリーム自体もオリーブのオリーブの粉末が入っているので。あ、オリーブ粉末が入ってるんですね。このまったりとしたオリーブオイルが入ることによって、もう超絶にまろやかなソフトクリームだ。あの食べた後から鼻から抜けるオリーブオイルの香りがたまらん。で、あのルッカ自体が美味しすぎて、家のオリーブオイルではこれ絶対表現できないと思うわ。いや、オリーブオイル勉強できたね。できた。もうその中であの佐々木さんとなんかすごい親近感湧いたその中でやっぱりルッカっていうのはすごくあの覚えて、で先のソフトクリームもルッカをかけて、あ、ルッカってこんな味なのかっていう。だからよかったらここ来て食べてほしいよね。次行きたいとこあんねん。ちょっと事前にチェックしてたところがあって、日本酒飲みたいな。小豆島に酒蔵は昔なかったんだけど、平成18年に高松から杜氏が来て日本酒作りを始めたっていう酒蔵さんが、小豆島といえばそこの酒蔵っていう、そこで作られてる日本酒のお米をその作ってる場所があんねん。その場所がね、棚だってしてる、こう段々みたいな段々のところを見に行きたいと。先に日本酒を飲みに行こうかなという。いいいいこれがちょっと行きましょう。おー、棚だよ。いや、こう実際こんな風に見ると初めて。棚田来ました。10月に収穫されたので、今も11月なんで、もう稲の方は収穫されてもないんですけども、小豆島唯一の酒蔵ということで、今森久美さんのところに来ました。これ樽なんでしょうかね。これお邪魔します。お酒が飲めると。お手
テルさんとかレストランさんで出てきます。あ、ごめんねお酒飲んで、うんうん、コーヒーセットですか、こちら。コーヒーですか、はい。あ、千枚田のお米を使ってます、はい、はい、いい香りやね。いや、さっきあの見に行きまして、はい、だから千枚田、はいはい、買った後なんですね。そうなんですよ、ちょっとね、真逆のお酒です。あ、なるほど、はいはい、すごく老舗でもないですし、あのホテル買えたのも買ってね、なんかでお酒は好きなんですけど、あまりこう知識はないんですけども、あの 銀醸酒ってすごく香りが良くて、私好き、はいはい、好きですね。変態チームやってみましょう。珍しいらしいです、島でお酒を作るって。あ、全然違うね。ママのママの品種ですね、はい、だから、はい、っていうかあの結構こう、うん、グラスをすいません、羨ましいですね。すごく上品ですね。表面張力からこう。おじさんなんで。あ、そうですね。うん、山田錦の米粉で作ったパンに、この酒粕のこのあんこということですね。おお、はい。あ、これ お酒搾る機械ですか。お酒で多分。ああ、蒸して、はい。これ間違いなくこれ買って帰ります。ええー、感じやね。いや、めっちゃあのお家で楽しむもそうですし、あの、うん、ホテル帰ってものも。だから運転よろしくお願いします。次はオリーブ焼肉食べに行きます。ご褒美かな。そりゃそうよ、でもご褒美なんだけども、お酒は飲めない。これからオリーブ焼肉 TU さんにお邪魔します。こちらがオリーブ牛、オリーブ牛の A5 ランクの肩ロース、はい、肩ロース、おお、すごい。で こちらは、はい、こちらはオリーブ牛の肩ロースの中でも、はい、ザブトンという部位があるんです。オリーブ牛の特徴というのは何かありますか。オリーブ牛の含有量がすごく、脂がこうしっかり入ってても食べるとさっぱりしてるっていう。はい、はい、いきます。もう完全個室ということで、はい、いいですね。マスターが建築関係の仕事してて、滝も作ったけど、家もなんか風呂があって、はい、それもご主人が作って入りたいな、露天風呂。そうそうめっちゃ大ですね。これ大っていうか、本当の大ですね。ください。はい、はい、あ、同じ朝日ですね。そうですね、はい、はい、いただきます。もうさよ。うまっ。デラがニンニク塩メニューになってますので、はいはい、焼き上がったら取り出す。タレが跳ねてる。いや、これもめっちゃうまそうやけど。うん、それ来て。おお。うわ。顔の筋肉がね、緩みっぱなしに。いや、ほんまにもうずっと笑顔。俺の肉にくれるな。そう。あの、こちら味噌の方。あ、そう、できるね、できるね。うわ。おいしい。おいしいでしょうね。お好きなんですね。うわ、最高だね。ボロースのニンニク。ライスが入ってきました。では、いただきます。これちょっとパンの上に乗せます。見たかな、見たら美味しいって思いますよ、軽い。味わっちゃう。そう、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。
美味しかった。まあ本当にあのもう時間がもうちょっとあったらね、あとビールいっぱい飲みたいなと思ったんですけども、小豆島から高松の最終便に乗って、まあ、これから行くんですけども、まあでももうこれはこれとしてまだ次回来よう。ありがとうございます小豆島。これから高松行きます。高松上陸、これからホテルへ向かいます。おはようございます。2日目の朝になります。香川県の高松に似てて、まあ、昨日は本当に小豆島でアイスクリーム食べたりとか、あと日本酒飲んだりとか、私だけね飲んだりとか、あと肉オリーブ牛とかめっちゃ美味しかったよね。私だけアルコール飲んだんですけど、すいません。今日これから行くのは魚、オリーブハマリめっちゃ食べたい。まあ、あの昨日私飲んだので、よかったら飲むんであれば飲んでください。いや、ダメですよ。で、あのオリーブハマチを食べに行く前になんですけども、うん、あの出荷の模様が見れるということで、すごい、ね、すごいよ、うん、実は船乗れるとかで、うん、これですね、オリーブハマチの養殖場。力強い、めっちゃ大きいな、重たえ、先ほどのオリーブハマチが大阪へ出荷するということです。あ、ここで今混ぜてるんですね。ミサがもっと飛んでいって、今めっちゃ食べてる。社長、島野さんの喫茶店。うわ、オリーブハマチすごいうまそうです。時間がない。うん、まで、このオリーブハマチのこう先駆者ということで、島野さん、なかったことしようというなんかこうそういう思いみたいなあったんでしょうか。チャカテキンとかブドウポリフェノールとかね、いろんなものを混ぜてて、うんうん、作ってた。はい。でも売れる魚ができない。で、次オリーブを混ぜる代わりときに、本当に見牧兼業、これやったいける。ネーミングで絶対負けないと。炙り丼です。いや、これおすすめでしょう。これはね、お酒もご飯も合うわ。もうあの漁師さんのこの後ろ姿をしびれますよね。夏場の高水温だったらね、はい、あの岸壁につけるのを遅れたら魚が死ぬ。1分のために腕が磨かれたと、さらに。仕事には厳しいですけど、プライベートはもう好きなようにしてくれみたいな。やっぱり危険な仕事なんで、はい、やっぱり狩るところは狩るけど、もう他もう一回叱られたらもう後々はもう課長はいろいろしてくれるんで、はい、まあ仕事をやりやすいです。仕事に対して妥協はしない。そこ大事ですね。仕事も思いっきりして、遊びも思いっきり。課長おすすめの本当のショコラ。今日は本当にありがとうございました。あ、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、すいません。はい、ありがとうございます。島野社長のオリーブハマチ、めちゃんこ美味しかったよね。今回ね、オリーブにちなんだものをいろいろ食べてきたんだけど、もうそれをね、子供たちにも買って帰りたいということで、お土産買うわ。母ちゃん的にはどんなお土産が好き？吟味中。吟味中。いっぱいありから。もう私はね、もうこの新漬け。ミッションこの間買った、うんうん、だからマンザリロとホジブランコを買おうかなと思います。はい、同じ赤。あ、本当だ。はい、太陽のきらめき。オリーブ丼。ましょう。オリーブ果実の佃煮やって美味しそう。これオリーブご飯の元や。これ食べてみたい。次マジョラム。もちろん。オリーブそうめん。国際線の機内食に出てるっていうね。そう、それ。いや、今もあの帰っても香川やで。当分香川。ではこれから大阪へ帰りましょう。